ワクワクドキドキ始まるよ、イエーイ。ということで、エイダ姉さんのバイオハザード6が始まるということで、早速やってまいりましょうか。まあ、まずはね、ムービーだからね、皆さん、今のうちにね、お茶なり、ジュースなり、冷たい飲み物でもね、取ってきてね、チャンネル登録ボタンを押してから、ぜひ、動画を見てください。待ってます。ということで、まあ、エッチエッチなね、服装を見ていただいたらわかると思います。おそらくノーブラーだと思われるんですよ。このところにさ、きちっとしたさ、ブラをさ、こんな、ね、装着なんてことありえないと思うんですよね。誕生。エイド爆弾。お尻はかっちり見えるね。おっぱいの方はさ、なんかちょっと若干ぼやけた感じがするけど、お尻はね、かっちりと、フォルムが見えてましたもんね。ありがとうございます。ごちそうさまです。いやー、真夜中に実況している我が身としてはね、かなり刺激的なワンシーンだったというふうにお見受けするんですけれども、まあそんなこんなでね、最初のね、ムービーシーンをやっているというところで、まあねエンブレムを破壊してね、皆さんと共にね、うん、アーカイブだったりフィギュアだったりとかっていうのをまあ見ていこうぜ会なんだけど、カーラ、まあ、ノーブラ女パート2とね、まあ今のまさに出てる、ノーブラ女パート1ということでね、まあ彼女はね、まあ、彼女だからあれだね、今、ハンドガンだったっけ、マシンピストルだよね、マシンピストルをダダ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 ダまあやっていこうなーっていうところですね。で、まあ前も、前までね、ジェイク編のね、まあパートをご覧いただいてたかと思うんですけれども、まあジェイク編のね、フィギュアちゃんと見ていただきましたかね。もうね、ほんとに、もうただもうエロかったよね、シェリーちゃん。やばいよね。あの美貌で、あの巨乳はやばいですよ。まあでもここに来るとね、やっぱりね、リーダーたちはね、もうほんとにね、すべてのバランスがね、もう、ね、程よく整えられているというかね、うん、っていう、でもやっぱり女らしさがこうちゃんとあるという、そんな感じでございますね。だからバイオ RE シリーズに出てくる、まあ、2と4のさ、エイダなんかっていうのは、ちょっとやっぱりね、おっぱい大きすぎるんですよね。でもこのくらいのね、おっぱいのね、大きさがね、もう、やっぱり、ね、エイダっていうか、そんな感じがするよね。あ、2やら、4やら、6やらっていうね、元祖エイダっていうところですね。まあ、ちなみに個人的には、まあ、いろんなシリーズでのエイダのね、まあ、モデルがいますけど、僕はこの6のエイダが一番美人だなって思ってますけど、皆さんは2、4、6、RE2、RE4、まあ、RE2 と RE4 は一緒のエイダかもしれないけど、誰がね、一番好みかっていうのをですね、ちなみに、間違ってるウェルカムトゥーラフーシティのエイダがっていうので、ね、まあちょっとあれかなり不評とか、あれ弾、マシンピストルゼロなんだ。なるほどね。まあちょっとね、これまでさ、2周目でエンブレムの破壊するたび、イエーイ、カン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 とかって言ってたけど、その、どのね、なんだっけ、キャラも、その、相方でプレイをしたから、当時持ってる武器っていうのはもう初期装備になってたわけなんですよね。まあそのスキルはね、全部ね、揃ってはいたけれども、いいね。あ、ほんと、これノーブラなんだよね。まあ、多分ね、乳首をちゃんと隠すための、なんだか、あれ、ヌーブラっていうの。なんとかヤッコイみたいな相手だ。それヌーブラだっちゅう。まあ、ヤッコイはいたかもしんないけど。Well, I suppose I could go introduce myself. こいつはだから、ミッションをしろよっていうチュートリアルだと思う。あ、やっちゃった。あ、ちょ、そんな思いっきり顔、あ、バレ。そんな思いっきり、やばい。ここね、何回やってもね、最初に見つかるとめんどくさいんだよね。敵が大量発生、どっからそんな降って湧いて出てきたのって。ちょっと。いいね。こういう革パンだとさ、ねえ、ぴっちりパンツだから、パンティーラインがね、ちゃんとね、見えてると思うんですよね。ちょっと、これバレたんじゃない？バレたね。わあ、めんどくさいことになったー。で、こう、お前来るんかい。一発かい。来ちゃダメよ。一発なんか二発なんかよくわかんなかったけど。あ、おばいかがそうにやって、カオスすぎて、セクハラです、お前、遠慮なくてもらっちゃって、お
何が起こった？しょっぱなから、しょっぱなから、ああ、向こう側にもいる。ああ、ちょっと待って、あっ、待って、あんにょう、ちょっと待って。うっ。ああ、なんかやばいね。パソコンカチカチやな。そうなるともう、どんだけ皆さん興奮して、ああ、痛い。これ、後ろに下がったら多分大変なことになると思うんで、私はこっちに下がるよ。逃げていく。バイバイ。ここね、し。オッケー。これね、なんでこのボルト式を彼女が選んだんだろうかっていうのが、じゃあ選んだんじゃないのか、拾ったからこうなっただけか。あ、おっぱいを見る。シャッキャン、シャッキャン。痛い。危ない。あー、また、この野郎、ほんと、もう、マカだか、アーモンドだか、いろんな、その、なんかもう、C がドバドバ出るような、サプリメントをいっぱい摂取しすぎたが、ゆえに、やばいよ、ちょっと待って、頭までそうなっちまう？おっ、えいよ、ギー、おめえらはあれなのかよ、爆発しねえのかよ、ほい。よっけい。あ、これなんか変えれるんだ、弾の。あ、お前生きてんの、はい。あ、だいぶこれ爆発するぞ。はい、5パ目全。なるほどね、クロスボウノーマルと、なんかボム付きっちゅうのがあるのか。オッケー。まあ、でも、ね、使うならやっぱボム付き。いやー、いきなり修羅場だった。しかもなんか、どうも、PC の調子が悪い。サビンかなんかが落ちたぜ。いいね。でもこれでパンティーラインがね、出てないっていうことは、いや、エイダ姉さん、あの上だけじゃなくて下も履いてない可能性があるよ。もしくはティーバッグ。まあ、あの、面積の少ないパンツを、パンツって言ったらちょっと下品だな。パンティーお履きになってらっしゃる可能性非常に高いよ。私、面積が大きいと蒸れちゃうの。からさ、あの、おっぱいとかさ、パンティーとかさ、ノーブラとかさ、もうこのくびれがいいよね、スタイルがいいよねとか、なんかくびれがいいかな。 This must be the new breed I've been hearing about. わあ、またもう、頭から、ホッキーねーみたいなことやってたらさ、もう、ほんと、31歳なのよ。まあまあ、このね、100年時代だって言われてるね、中で31歳はまだまだ超のつく若造なのかもしれないけど、まあでも、あの、だからといってね、その生きる時間が長くなったとはいえね、あの、若い頃のその老化は変わんないからね。そう考えたらもう若い子から見たらおっさんよ、俺も。自分で言って虚しいけどさ、そんなおっさんがさ、もうなんかゲームしてさ、存在もしない美女に向かってさ、おっぱいとか興奮するわとか言ってんの、なんかほんとアホだよね。まあアホなんだけどさ、そもそもあのゲームをやりながらさ、ひょっとベラベラさ、真夜中に喋ってさ、自分やってるって言ったら、もうあのその視点でアホなんだよ。その自覚はある。ういー、よいしょ。あ、ちょっと待って、こいつほんとどういう出来上がり方してんだって感じだよね。おいでこれで始末してやったらよ。だからなんか豪快になんかやったら、あれだね、弾が少なくなってくる。やべ、あ、意外と足んないぞ、弾がたまたま足んない。うん、知らない、エイダちゃんに弾はついてないからね。もういろいろと発見。うわ、上も下も勃起してやがる。下は勃起するもんか。何を言ってるんだ。刺さって、まあ、とはいえね、まだギリギリ弾はなんとかあるから、なんとかなるでしょ。人生生きてる、なんとか泣くからさ。
つだってスタートラインだぜっていう考え方どうなんだろうね。自分で言ってみたけど、なんかいつだってスタートラインってことはさ、いつまで経ってもさ、あのやり直せるっていういい意味の捉え方をさされてるけど、よく考えたらさ、ゴールにたどり着けることたどり着くことなんかできませんよーっていうすごい変な言い方なんだけどね。このスイッチを押させたら大変なことになるから、カモ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 、はい、終わりか、まだ来るか、おいで、お姉さんが相手にしてあげるからね、おいで、これな、じゃあいっか、そうない、じゃめっちゃいるわ、めっちゃいたわ、あん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 、ちょっと待って、カッチカチ、オッケー、今の倒し方かっこよかったこと、だいたい何かね、 特定の部位を破壊すると思う、あの発狂しちゃう人たちの集まりだからってことさ。まあでもさすがにね、あの4人目の主人公だ、これだって、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、あのジェイク、クリス、レオン、ジェイクをうわっやっぱグイとクリアして初めて解放されるから、じゃあ今はもう初めから全部できるのかな、うん、PS3 で当初発売した頃って、あのぜその 3人の主人公をクリアしてからじゃないとこれできない、 A ら辺できなかったから、だからまあもう初めからね、もうなんか修羅場みたいな状況が生まれているというそんな感じですね。それはさすがにだよ、ただね、A ら辺はやっぱね、一人で遊ばなきゃ、まあ二人で遊ぶこともできるんだけど、エージェントっていうね、なんか謎のキャラを操作することができるようになってるんですけど、そのエージェントがね、そのドアは開けられないわ、フックショットは使えないわで、これまでのね、あのキャラと、あのなんていうの、バーディーと比べると、やっぱね、非常にちょっと使いにくいっていうのがあるから、A ら辺ってあんまり遊んでこなかったんですよね、弟と。もう本当にクリス、レオン、ジェイクをぐる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 回すみたいな。あ、出たー。ここ大嫌いなんだ。You never did have taste, did you, Simmons? カモフラージュしてる研究施設兼ねた船がこんな状態になってるってさ、これ何のために作ったのっていう感じだけどね。相変わらずこれ苦手だわ。じゃあこれをクリアするのに何、どれくらい時間かかるかわかんないけど、これをクリアできたら、このパート一旦締めくくろうか。うん、多分ね、30分かかると思う。覚悟しといて。で、It's locked. これをやらないと、This is going to require a little effort, I assume. 進めることができないっぽいね。めんどくせえ。いや、相変わらずの趣味ねって。で、覗いて。The view is blocked. 何かが邪魔しているわ。おめえか、こっち、はい、や、羊からヤギになりました。え、合ってるよ、羊ってなんか耳の横をくる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 回ってる感じがして、ヤギは確かね、頭の上に落つのがなーすめにゃーままみーちわわしきぶ、周り怖っ、屍になっとるげや、なんか骨というか、ちょっと待ってよ。ちょっとしばらくちょっと謎解きタイムになりますが、お許しください。少々お待ち。ちドゥッドゥル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 ッセルフで言うほどこんな虚しいものはないよね。なんか あるよね、その、よく、なんだっけ、忘れた、あ、なんかゆっくりさんのやつでさ、曲音楽でさ流れてるやつ、僕昔天童龍崎っていうゼルダの伝説の実況やってた人好きだったな、スカイボードソードをやってるさ、あの龍崎ってあれですよ、デスノートに出てくる L ね、うん、L と、まあ、あのゆっくりレイムとがなんか一緒に遊ぶみたいな、あのっていう、まあ、設定って言ったら怒られるかもしれないけどね。さて、ちょっと待ってね、本当にこれ苦手だし嫌いなんだよね、苦手だし嫌いだし、やばい、ちょっと待ってね、大丈夫かな、これで違うな、なんか違うな。こうで、
確か口がなんか、あ、そうそう、これ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 っぽかった気がする。違うよねー。ちょっと待って、本当にね、ちょもう一回見よう、もう一回見よう。あれ、この字じゃなかったっけか。でーん、あれこの字だよね。こんな、ちょそんな先っちょだけよ、先っちょだけ、先っちょだけ、うん、あの全部根元まで入れないから、先っちょだけ、先っちょだけ、うん、違うよねー。先っちょだけじゃ許されないか。じゃあもうあのがっつりと、ね、根元に入れてみます。根元まで入れちゃおう。あれでも先っちょは合ってるよな。先っちょだけ入れるのは合ってるから、あとはその根元までの入れ方の問題なんだよな。いや、違う、そもそも先っちょが間違ってたわ。根元の方だった。はあ、もう相変わらずこれは何回やっても無駄だな。無駄だじゃないね。難しいよね。はい。ということでね、あの、本日の動画はね、以上とさせていただきたいと思います。エーダ編、いよいよスタートしました。最後のね、主人公、いかに進んでいくでしょうか。エンブレム全部破壊することができるのでしょうか。ということで、また次回パートでお楽しみください。おっぱいを眺めながら、さようなら。バイバイ。